がそのあたりになるので、うんうん、25がバッチリですね、はい、では今日つけるポイントなんですが5点置きにしていきます。5点置きはこのようにおでこ、お鼻、お顔全体に伸ばしていきます。ちょっと筆先でさっさっさっとこう吐くような感じにすると筋ムラなく綺麗に伸びていきますね。で自然な透明感を残してくれるのでこういったブラシを使ってつけてあげるのをおすすめします。で頬の一番広いところは少し伸ばしてから全体の筋ムラを消していくようにしていきましょう。やっぱり同じファンデーションでも指でつけるのとスポンジでつけるのとこういったブラシでつけるのとは全然仕上がりが違う。もう立体的に見えますから、この頬の広い部分にはブラシに取ったものをペタペタっとこう押さえつけるようにして厚みを作っていくことによってすごくお肌に立体感をもたらしてくれます。透明パウダーなのでどなたでも使っていただける、うん、あのカラーになります。日焼けと